はい、ルームメイトの皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。インディーズバンドルームさんのリーダーコーでございます。はい、今回なんですけども、なんてことない話をまたやっていきますけども、まあ我々ね、どういったバンドかというと、インディーズバンドというね、いわばその自分で何でもかんでもやって、自分で営業取ってきて自分で動いてるっていうね、まあ言うたらアマチュアバンドにちょっと毛の生えたぐらいのもんなんですけども、まあ いろんな今まで仲間がいたんですよ、過去にね。今はもうほとんど付き合いないですけども、音楽をやってる友達っていうのがすごく多くて、まあ今ではもうほぼ SNS 上でしか見てないっていう感じですけどもね、でもそれでいろいろ思ったことというか、なんかもうちょっと盛り上がったらいいのになみたいな感じでずっと思ってるんですけどもね、なんかみんな結構そのなかなかこう難しいもんで、もう 99% のインディーズっていうのは本当にもうこの鳴かず飛ばずというか売れないというか、まあこれでももう昔から当たり前の話なんですけどもね、その当たり前の話を当たり前として意外と本人たちは捉えてないことが多くて、いや私はいけるだろう、僕は大丈夫だろう的に思っちゃってる人が結構いるのかなとは思うんですけども、まあでも実質その 99% 以上の人は、売れない部類に入っちゃうし、その鳴かず飛ばずでずっと赤字でそのやり続けないかんとい う, まあ半分趣味でやってるような、まあ趣味をやったら全然いいんですけども、まあ売れたいとか思ってる人はね、あのいろいろ考えた方がいいんじゃないってかなっていうことはいろいろあるんで、それをちょっと話してみようかなと思うんですけどもね、まあとりあえずね、何でしょう、そのまあ楽器やりましたとか歌 やってますとか、上手い人っていっぱいいると思うんですよ。これね、アマチュアの中でも全然プロより上手い人っていっぱいいるんで、でその中でもやっぱりこう売れたいと思うのなら、その上手けりゃいいっていう考えがちょっとあれなのかな、邪魔してんのかなっていうのは思いますね。これね、料理業界でも一緒で、僕が作ったラーメン美味しいから絶対売れるだろうっていう考えちゃうんですよね。でこれで失敗する人結構いるんですよ、絶対的にこの僕が作ったラーメンは美味しいから出せば売れるだろうっていう思う人ね。ところが美味しいラーメンを作ってもですね、その美味しいラーメンを告知する手段がなければ、誰もお客は来ないということになるんですよね。でその例えばチラシを作りました、チラシを作って告知しました、で SNS で告知しましたとしてもですね、絶対に自信がある美味しいラーメンですって書いたとしても、世の中の人はそれはほんまかっていうなるわけですよね。それほんまかってなるんで、そっから、来てくれるお客さんっていうのは 0. 何パーセントとか、まあよくて 0.5% でそれ以下ぐらいになるんですよね。その SNS の場合だとだいたいコンバージョン率ってそんなもんなんで、なるんですけども、だから音楽もこれ一緒で、いくら自分が自信あることをやったとしても、これ告知する手段、告知する手段というか知ってもらう手段がなければ、うまくいかないですよね。でじゃあ SNS で連投しまくればいいのかっていったらそうでもなくて、インスタとかツイッターとかって写真と文字じゃないですか。でこれってね伝わりにくいんですよね。で特に音楽って音楽じゃないですか。でどんな曲をやってるかも写真では分からんし、文字でも分からないわけなんで、結局動画とか音で聞かないと分かんないんで、でそういうこともあったりとか、でまず知ってもらうっていうことを先にやらないといけないんじゃないのとは思うんですけども、なかなかそのな僕のそのまあ、音楽仲間というか元音楽仲間というか、なかなかね、そういう域にまだ達してないんじゃないかなと僕は思うんですけどもね、そのまあ結構その何でしょうね、世の中のインディーズの人たちってその告知が雑やったりするんですよね。すごい告知が雑で、日にちとライブハウス名を書いてるだけとかね、そういうのがあるんですけども、
そういうのもね、できればこういうライブハウスだよと紹介するとか、こういう空間だよって具体、すごく分かりやすいように伝えることが大事なんじゃないと思うんですけどもね、まあ、売れてる人やったらいいですよ。売れてる人やったら別にもうその名前だけで来てくれるんで、でもまだ売れてない人って誰も知らないわけだから、なるべく来てもらうようにするには、そのリアルな状況を伝えていくっていうのが僕は大事なんじゃないかなと思うんですよね。で、僕らがこうやって動画やってんのって、リアルな自分たちの人間を伝えてるんですよね。で、まあ、音楽はこういう曲作ってますとか、こんなんやってますってチラッとだけやればいいかなって、知りたい人がそこを知れるようにしとけばいいんじゃないと僕は思ってるんですよ。で、邪道やってよく言われるんですけども、やっぱりその物を売るというか、音楽もまあ言うたら商品なわけで、それを売るとしたらその人間性って見るんですよね。例えばじゃあラーメン屋やってました、どんなラーメン作ってん、どんな人がラーメン作ってんやろっていうところにみんな興味を抱くわけで、昔言ってましたよね、そのちょっとお亡くなりになれましたけど、佐野稔さんのラーメンとかね。でもあの方のもうキャラクターが濃いじゃないですか。佐野稔さんってもう言ったらラーメン界の鬼って呼ばれてる人で、でそのキャラクターがあって、あ、こういうキャラクターの人ってじゃあほんまにそんな美味しいラーメン作るのかいなっていうことで、それをちょっと試してみたくなってお店に行ったりとかするん で結局メジャーでも一緒なんですけども、今って昔ってその曲だけで売れることもあったと思うんですけども、今って違うくて、結局人間性から入る人がほとんどなんですよね。で、音楽だけで売れんやったら別にテレビ連でも音楽だけ流しゃ売れるんでしょってなるんですけども、結局本人がテレビに出るとかしないといけないじゃないですか。で、そうなるとやっぱりそこの人間性を見るんですよね、その視聴者の人って。で、人間性を見てからそこからじゃあ曲買ってみようとか、ライブ行ってみようとか、ああいうふうにつながるわけで、結局人って人を見るのが好きやったりするんですよ。で、まあ結局ね、人間って人間なんで、その人間性をこういうふうに伝えるために僕らはこういうふうに YouTube をやってるというか、喋ってるわけですね。だから喋りに特化してるっていうのもあるんですよ。で、喋りに特化してる原因もそうですね、その人間性が比較的こう喋ることによって伝わりやすいというか、だから僕らのその喋るというのは何でしょう、作らないんですよね。こうナレーション風にしてみたりとか、いろいろこうお芝居風にしてみたりとか、キャラクターを作ったりとかするんですけど、僕らがそのキャラクターを作ってないのはそこなんですよ。こんな人間やでっていうのを動画で出してるようなもんで、まあ良くも悪くもですよ、これは。いいとこだけじゃなくて、良くも悪くもこんな人間ですねんというのを YouTube で動画にして出していってる感じにはなるんですよね。で、そういうのがあって初めてちょっと興味を持ってもらって、ライブに行こうかなとか、なんか CD 買ってみようかなとかしてくれる方が出るのかなと思いますね。で、インディーズミュージシャンって結構その YouTube やってる人結構多いんですよ。ほとんどやってるんですけども、何でしょうね、その自分たちの演奏をひたすら流すみたいなの結構やってる方が多くて、でそうなってくると、知らない人の演奏って誰も聞かないんで伸びないんですよね。面白くないというか伸びないというか。で、それやったらその、まあ、演奏出すのはいいんですけども、合間にそのなんか企画をやったりとか、そういうふうなを混ぜながら、こうリアルタイムにその人たちの人生を動画で映し出していった方がいいのかなと僕は思いますけどもね。まあ僕らはそれをやってる感じにはなってるんですけども、まあこんなやつらやでとか、まあ遊んでる動画とかもあれね、再生されなくても出してるんですよ。一部の人は見たい人がいるん でその方のためにいろんな遊びに行っとる動画とかもたまに出ますけどもね、まあ、そんな感じでやってますんで、でやっぱりね、そのツイッター、インスタよりもね、動画の方がいいんですよね。動画ってあんまり漏れないんですよ。だってこうやって喋るから、自分が出て何かをやったりとかするから、その自分が出ちゃうんで、あまりごまかせないところがあるんですけども、インスタとかツイッターってどうにでもなるっていうのがあって、文字や写真でいくらやってもそれって嘘つけるよねって人間思っちゃうんですよね。例えば、まあ、よくあるんが、このミュージシャンがこう、なんでしょうね、仕事ない時とかってこう活動ができない時って、まあ、このコロナとかでやったじゃないですか。コロナでこれ結構増えたんですけど、制作してますって言って、例えばギター弾いてる手元を映したり、ピアノ弾いてる手元を映して制作してますってあげるんですけど、それでも本当に制作してるのかっていう話になるでしょ。
あの見てる方からすると、だってそれ こういう弾いてる写真一枚ここから喋ってパチャって撮ってあげればしまいだから、制作してなくても制作してますってできるよねっていうのが、うん、あったりとか、その写真で持ったりとか文字で持ったりって結構ね、これ世のインディーズミュージシャンはやってることなんですけども、ただその写真で盛るのってそのミュージシャンだけでなく、何でしょう、みんなやるじゃないですか。インスタなんて特にその今リア充してますとか、こんな美味しいもん食べてますとか言って、であれね、面白いことにインスタグラマーでも1回で撮った写真をすごい分割してあげていくんで、だから1回旅行行っても何回も旅行行ってるように見せかけたりできるわけですよ。そんなことができちゃうんで、でそういうやってる人が多いんで、その見てる方も気づいてるんですよね、そういうのって。あ、そんな、まあほんまか嘘かどうかわからんよねっていう感じ、半信半疑のままで見てる人も結構多いんで、だから Twitter とかインスタってなかなかその自分たちの、まあ、性格とかこう人間性って伝わりにくいなと思うんですよね。で動画って意外とこうやって生で喋るから、何でしょうね、この言葉の節々にとかをこう聞きながら、こういう人間やなとかいうのをすごい観察できたりするんで、だから僕ミュージシャンは絶対動画がおすすめかなと思うんですよね。まあね、あのなんかあがく、僕らも今あがいてる最中ですけども、あがくんやったら正しい方法であがかないと、やっぱりこう、時間だけが経って年だけ取っちゃうでしょう。それがちょっとね気になるところでありますけどもね。だから僕はなんかこうそういうふうに、今せっかくこの YouTube とかっていうツールがあるんだから、まあ、TikTok とかでもそうですけども、まあ、でもミュージシャンは僕ね YouTube の方がいいかなって。やっぱ TikTok もあれ1分ぐらいの動画なんで、なかなかこうショート動画でその人の人間性が分かるファンがつくかというとちょっと違うと思うんですよね。だからその動画でヒカキンさんとそのなんかあの TikToker のジュンヤさんっているんですけども、でも人間性よく知られてるのは多分ヒカキンさんなんですよ。で何かをやった時にめちゃくちゃファンが集まってくれるのも、僕もおそらくヒカキンさんの方が多いんじゃないかな。継続してファンがこう集まって何かが できるっていうのをね、考えるとヒカキンさんじゃないかなと思う。やっぱり情報量が、時間が YouTube で普通に動画流してると情報量がやっぱり写真の数百倍数千倍なんからしいですよね。でもそれぐらい情報量が違うんで、だから動画の方がやっぱり伝わることが多いのかなと思いますね。だからミュージシャンはどんどんこうやって、まあ何でもいいからこう喋るなりでも、ギター持ちながら喋るとかでもありやと思うんですけども、なんかやっていけばいいんじゃないかなと思うんですけどもね。まああとはちょっと見てくれるような内容をまずやって注目を集めるっていうのは絶対大事ですけどもね。まあそれがなかったらなかなか伸びないですね。自分の好きなことでは伸びないです。はい、これね、僕らがお会いしたミュージシャンも言ってましたけどね、そのなんかこう当時は何でもとりあえず出ることが大事だっていう方もいたんで、とりあえず出てそこで注目を浴びて、そこから徐々に自分の好きなことをやっていくっていうね、とりあえず注目を浴びないと何もできないっていうのがやっぱりこういうエンタメの業界かなと思うんですけどもね。その注目を集めるために、例えば昔やったらアイドル、別にアイドルしたくないけどもアイドルをやってた人もいるし、だいたいそういうところからみんな入るんですよね。本当に好きなことだけで出れるかって言ったら、そういう人ってほぼいないんじゃないかなと僕思いますね。でその上っ面だけをこう捉えて、好きなことをやればいいんだってこう間違って捉える方も結構多いんじゃないと思いますけどもね。だからもうちょっとこう、なんでしょうね、これ学校じゃないけどそういうのをなんか伝えたいんですけどね、僕は。こういう風な仕組みだよっていうのが、伝える方法なんかないのかなって、大体がこうちょっとやっぱ違う方向に行っちゃってるんで、やっぱりこうミュージシャン、インディーズミュージシャンでもこの分かれ道があって、これ右左行くってなると、この方向をこっちに間違えたとしたらものすごくその時間無駄になるんで、まあ、選択を間違えると時間すごい無駄になっちゃうんですよね。ほんでなんかもう年齢的にすごい行ってしまうみたいなね、10年20年やっても、全然みたいな感じがあるんで、で言ったら競争率の高い世界じゃないですか。もう本当限られた人間しかそこに入れないんで、それ人より努力も必要ですしね。
で努力とあと戦略も必要ですし、そういうのをちゃんと勉強してやっていかないといけないんですけどもね。だから僕もその友達のミュージシャンにそういう動画出してよって言われてるんですけど、まあまあたまにしか出さないですけど、こういう動画はね、まあそれでこういう風にやってるわけではありますけども、たまにしか出さないです。こんな動画はなかなか再生されないんで、まあ、一般の人には関係ない話ですから、まあ、そういうミュージシャンやってミュージシャンで売れたいという人しか関係ないわけですからね、うん、あんまりやらないんですけども、まあまあたまにはこうやってメインチャンネルで言うのもいいんかなと思いますけどもね、うん、だから告知、その全く知らない人をイメージしてその人にどうやって伝えるかっていうことをまず第一に考えるのが先決かなと思うんですけどもね。なんかこのやっぱりこうアマチュアインディーズでこう趣味の延長でこう、ミュージシャンやってほんで売れたいなとするじゃないですか。でそういう人たちってこうどうもうちわになるんですよね。こう音楽仲間のためにとかなってしまうんですよね。音楽仲間がお客、まあ最初そうなんですよ。自分の音楽仲間が見に来てることが多いから、それに向けてやってしまうんですよ。だからものすごいうちわネタになってきて、他の一般の方がとてもやないけど入れないような状態にしちゃってるんですよ。だから売れたいっていう割にその自分でクローズドな世界を作っちゃってることが多いんですよね。だからそのなかなかこう一般受けしない、YouTube 出しても伸びないっていうのはそこなんですよね。その全く自分を知らない人たちにどうやって伝えていくかっていうのを、まあ、本当に考えた方がいいですね。で僕たちはね、それってもうその YouTube やる前から考えてて、だからそのあんまりその友達を集めてライブとかしなかったんですよ。ほとんどやってないですね。スーパー銭湯行ったり温泉施設行ったりとか、そういう誰も知らない人ばかりのところに飛び込んでいくことをずっとやってたんですよ。でそれに慣れて、今日初めましての人たちで、それどういうふうにライブしてどうやって MC してこう伝えていくかっていうのを、まあ、それを自然と考えるようになってきたんですよね。そういうことをやってると、でやっぱり僕らのその僕の周りのミュージシャンの人たちってなかなかこう、まあでも僕の周りじゃだけじゃないと思いますけど、その外海に出る準備がなかなかできてない人が多いかなっていうのがねあるんですよね。だからライブハウス行っての MC とかもよくあるんですけども、ライブハウス、まあ僕もちょこちょこその友達のライブとか見に行ったことあるんですけども、その MC の時にそのバンドの仲間をいじるとか、自分たちやったらいいですよ、自分たちをいじってこう笑いにするんやったらいいんですけども、そのなんか他のバンドの人の話をしたりとか、そのライブのオーナーさんがどうのこうの、ライブハウスのオーナーさんがどうのこうの、いやそんな話一般の人はほとんど興味ないんで、なんかもうちょっとその初めての人に向けてこう共通の話題を提供した方がいいんじゃないと思うんですけどね。まあまあ硬い話で言えばニュースとかでもいいんじゃないですか。でそういう風な感じのところから共通の話題を提供しないと、そのライブハウスのオーナーさんに感謝みたいな、なんか そんなはどうでもいいでしょって、そっちの話じゃないって思っちゃいますよね、で僕も一回やったんですよ。ライブバーっていうところで一回企画してね、その知り合いの音楽仲間は読んでやったんですけども、でまあ主催者僕じゃないですか。でまあそこのライブバーでわーわーわーこう5組ぐらいで演奏をやってたんですけども、そのうちの半数ぐらいのミュージシャンがですね、 MC の時に僕をいじってくるんですよ。なんか僕に対して喋ってくるんですよ。いやこれはあかんやろと思って、で僕そっからもその企画やらなくなってなんか嫌で嫌で、なんか主催しててなんで俺いじん、お客さんいじれと、いう風になってね、もうなんか毎回そうなるのが嫌で僕もそういう企画やめちゃったんですけどもね、一回ありましたね。その MC の時にその、まあ、主催者である僕をいじったとてっていう、誰やねんって話じゃないですか。見てるお客さんは何も思んないじゃないですか。なんかそれが結構ね、そのインディーズアマチュアの中で、まあアマチュアって趣味でやってる人はもうそれでいいと思うんですけど、やっぱり売れたいと思う人はもうちょっと対外的なライブっていうか、喋り方とか演奏とかパフォーマンスしないと難しいんじゃないかなと僕は思いますね。やっぱりちょっとその何なんでしょうね、その昭和の伝統、昭和の伝統でもないんやけど、昭和のミュージシャンの方がもうちょっと外向けにやってたような気がするんですけど、なんかね今のその伝統があるんですよね、最近ここ10年20年の。
なんかこのうちわライブをするっていう伝統がなんかずっと引き継がれてて、なんでそれを脱する人がこんなにも少ないんだろうなっていうのは、うん、僕はちょっと思うところですね、うん、なんか仲間内でこうやって楽しかったですって、であのツイッターとかでもこう今日のライブありがとうございましたってあの、まあ、みんな書くじゃないですか。でその中にもお客さんの話が一個も入ってないですよね。その今日のライブありがとうございました、素敵なライブハウスのオーナーさんで素敵な出演者の方々で本当に楽しかったですみたいな感じになるんですよ。あれ客はってなるんですよね僕からすると、うん、第一にお客さんがどうだったかっていうのをちゃんと言わないとねっていうのはあるんですけどね。なんかその仲間内でこうすごいこう引きこもった感じになるんで、それはちょっとどうやねんなっていう僕は思うところですね、うん、だからね、それそうじゃないよっていうのを僕はこう言っていきたいんですけども、なかなかこれも伝わらずで、うん、っていうのも、まあ、別にこの僕たちのやり方が正しいってわけじゃないんですよ。これが正しいわけじゃないし、人それぞれのやり方はあるんですけども、ただそのダメなところは やめた方がいいよねっていう、うん、まずそっから始まるんで、やっていけないこと、やってはいけないことをまずやらないようにすることから始めないと、うん、そもそもプラスになっていかんよなって、マイナスからは、うん、抜け出れないっていうのはあるんで、なんかね伝えてはいきたいんですけども、なかなか伝わらんですね。やっぱりそのなんかこれでいいんだ的に思ってる人意外と多いんで、難しいなと思いながらね、まあやってますね、うん、だからもうちょっとね、なんかこうなんかそういう常識というか、ライブってこう対外的にした方がいいよっていうのをね、もうちょっとこう広まればいいんですけどもね、どうもちょっとインディーズではそれが普通っていうか、それが正しい的になってるのがこうねえ、その人たちもやきもきすると思うんでね、あのずっとそのままでじゃあ行くんですかっていう話になるんで、やっぱりその一般の多くの、リスナーさんに聞いてもらってなんぼの世界なんでね、はい、それができるようになればとはちょっと祈ってますけども、はい、ということでちょっと長々なりましたが、今日はちょっとしょうもない話でございましたけども、これぐらいにして終了したいと思います。はい、ではチャンネル登録よろしくお願いします。毎日見てよ。You are